ああ、マイクのテスト中です。えー、っと、ものはです試しというか、今回ちょっと MacBook、Mac でね、えー、撮影しています。こっちの方が音質いいのかな今までちょっと、さっ、早速た、さっきちょっと、あの、システムエラー音が入っちゃったかもしれないですけども、えー、自分の使ってる Windows PC、もう2018年に買って、 もう6年経っちゃうんですよね。もう2024年になっちゃったから。だからね、なんかね、ちょっと変な <laughs>、異音というかさ、う,うーん、みたいな、ウィーン、みたいなね、あれこんな音してたっけっていうね、音が鳴り始めちゃってね、そろそろちょっと挙動が <laughs> おかしいんですよ。まああの、あとね、たまに年に1、2回、ちょっとね、笛に、 クリップスタジオで作業してるとシャットダウンしちゃうってことがあって。まあでもね、2018年お金がない時にね、もうフリーター時代にさ、必死こいて買ったパソコンなんですよね。デスクトップパソコンとか、もうそれまではね、全然あの、なんの <laughs>、そこら辺の電気屋さんで売ってたノートパソコンで、ペンタブレットつないでだましだまし返したけど、もうさすがにこれちょっとダメだと思って、ちゃんとクリップスタジオにあった デスクトップパソコンとモニターと、その後液晶タブレットとかも買って、必死こいて買って、もう何回払いか忘れたけど、うん。まあちゃんとね、もうそれは全部払い終わって、もうすごくお世話になってるんですけども、ちょっとね、挙動が <laughs> おかしくなってきたから、そろそろ買い替えの時期かなと思ってるんですが、まあちょっとまだ <laughs>、騙だし騙し使ってこようと思います。で、この Mac はね、ちょっと全然、 サブのノートパソコンとしてしか使ってなかったからね、初めて、ついこの間、こっちにもクリップスタジオをインストールして、書いて、で、ちょっと試しにね、今回はこの Mac の方で撮影しています。まあ、つっても、やること全然変わんないんで、あのー、またいつも通り、ラジオ感覚で聞いていただけると幸いです。えっと、このチャンネルのね、動画を見るのが、初めての方も、 中にはいるかもしれないんで、改めてちょっとね、そういった方向けに自己紹介をしておくと、私はね、もともと少年漫画家志望だったんですよね。10代後半、まあ高校生の頃からそうですよ。10代後半から漫画の専門学校行って、まあ20代前半ぐらいの頃は、秋田書店、あの週刊少年チャンピオンに持ち込みをして、投稿とか持ち込みをして、そこから約10年ぐらい、 えー、いろんな、最初はね、チャンピオンだったんですけど、その後いろんな出版社に行って、少年誌から青年誌と、様、え、々、ー、に巡り巡って得た結果が、とある、まあ名前を伏せるんですけども、とあるね、えー、出版社の新人賞、の佳作をね、一回だけ受賞したっていうね、結局デビューはできなかった。 そこで大きな挫折を経験したんですよね。まあ、そこからなんやかんやあって、男性の成人向け、まあ、いわゆるあの、まあ、エロ漫画の道に最後の望みをかけて、応募したら拾ってもらって、まあ、無事、商業デビュー、まあ、仕事に、漫画の仕事にね、ありつけました。それがもう37、8歳の時です。うん 長い。<laughs> それまでずっとフリーターだったんですよね。アルバイト人生。もプロ、プロフリーターって呼んでくれていいんだけど、プロフリーターが、今は一応プロ漫画家まあプロつっ,ってもね、ピンキリなんですけども、慣れたっていうね。このチャンネルのタイトルにもあるように、底辺フリーターだった自分が漫画家になれたのは、まあ、エロ漫画にもうシフト、シフトチェンジしたからって言っても全然過言じゃないです。もしね、 かつての自分と同じような、えー、必死にがね、漫画描いて頑張ってるのに、全然なんかこう、未来が切り開けられる希望が全然ないと、漫画描いてても。<laughs> それのそういうね、同じ苦境に立たされてる人が、漫画家志望の方がこれ聞いてたら、自分はこう言いたい。こっちの世界。 まあ、つまり、成人向け漫画の世界にも、来てみなよってね。えー、今回は、そんなテーマで話していこうと思います。えー、ちょっとね、水を飲みます。<laughs> まあ決してね、ちょっと誤解のないように言っておきたいんですけども、なんつうのかな。こっち、つまり、成人向け漫画のジャンルだったら、 簡単にデビューできるよーとか、楽に稼げるよーとか <laughs>、そういうふうに、あの、なんつうの、軽んじて言いたいわけじゃないです。<laughs> そこだけはちょっと誤解ないように言っておきたいんですけども。でも、そこで、そこっていうのは、その、けまあ、あ一括りに健全漫画っていう言い方するのもおかしいけど、えー、ね、一般漫画で、いつまでも結果が出ずにくすぶってるぐらいなら、 まあ方向転換というか、やり方っていうか、あとアプローチの仕方というか、もう根本を変えてもいいんじゃないかなって僕は思います。書くこと自体はやめなくていいからもちろんね、同時に振り切るとか、そういうね、やり方もあると思うんですよね。<laughs> あとは何、なんつうのもう自分で出版社とか返さない稼ぎ方っていうのももちろんある。 あってそういう方向にシフトするっていうね。まあ、DL サイトとか Am 金、Amazon の無料で読める Kindle とか、まあ、そういうのも調べればいっぱいあるんで、そっちの方でシフトしていくっていうのもあると思うんですが、まあ、自分もね、エロ漫画を描き始めたっていうのは、全然、あ、そう、僕、あの、もう今年の誕生日迎えたら40歳になるんですが、いまだに彼女、人生においていたことないんですけども、まあ、エロ漫画描き出したのは、全然今の、 今まで自分に彼女ができたことないからっていうのも、やっぱ多少大なり小なり、手伝ってると思うんですよね。うん。<laughs> 二次元で <laughs>、己のリビドをぶつけてるっていうのを、確かに、それはある。動機として。<laughs> だからこう、ちょっとでもやっぱ抵抗感はありましたよ。抵抗感はあったけど、<laughs> なんつうのかな。ちょうどいい。 ちょうどいいって言い方 <laughs>。おかしいけど、なんかサンドバッグというかね。うん。きすけな言い方してしまうと。だからちょっと、まあ、すんなりいけた気がする気持ち的に、うん。もちろんね、自分だってそれはかつては夢見てましたよ。あのー、なんつうのこう <coughs>、自分の書いたさ、少年漫画がヒットして、 えー、アニメ化になって <laughs>、それつながりで、えー、なんかね、声優さんとかとね、つながってみたいな <laughs>、うん。だけど、こっちの、成人向けのジャンルだと、そういったことはもう、ほぼないね。メディアミックス化。絶対ないと言わんけど、本当に、それこそ一般漫画に比べたら、もうさらに、限られた <laughs>、あのー、作品だけですよね。うん なんだなら、なんつうの、本は電子だけですとかね。そういったこともザラです。要は紙の本出ませんみたいな。よっぽどもうメガヒットしない限り紙の本は出しません。っていうのも、やっぱりちょっとそこは一般紙と違いますよね。<laughs> うん。まあ一般紙も最近どうなんだろうな。紙の本出しませんってところも、まあよっぽどヒットしたら別だけどっていうこともあるかもしれないけども、まあもしかしたらね、まあ、最近スマホとか、 タブレットで読む人が増えてるから、あんまり気にならないっちゃ気にならない人もいるかもしんないけど、うん、やっぱ出るんならやっぱ紙で出したよねっていうのがあるし。そもそも一般紙の漫画に比べても、なんつうのかな、わかりやすい大ヒットってことはないんですよね。することは。ただ逆に言うと、たとえね、人気が出ても長期連載ってすることはないんですよ。同じタイトルで。 同じタイトルで、なんだろう。長期連載。続きものって言ってもせいぜい単行本一冊で終わるっていうね。ただその代わり、次の依頼もすぐ来るよっていう。普通の漫画だったら、1巻、2巻、同じタイトルで、1巻、2巻、3巻、4巻、5巻、10巻、20巻、30巻って続くじゃないですか。エロ漫画でそういったことも絶対ないので。<laughs> 同じテーマ、テーマというかね、キャラクターの物語をずっと人気があるからっていう理由で書き続けるってことは絶対にないです。うんまあ、絶対とは言,言わないけど、まあほぼないです。<laughs> うん、だこのヒロインで一冊分書くって感じで長くても。うん、僕自身、そういう意味では僕自身、こう、エロ漫画で仕事を始めても今年で3年、 立つんですけども、3年以上か。3年か。もうね、すでに5つの出版社とお仕事をさせてもらってます。自分の画力って別になんつうの冷静に分析しても、なんつうのかな、別にプロの中で飛び切りうまいわけじゃないんですよね。なんなら <laughs>、僕より全然画力のあるアマチュアの人いますからね。全然いる、全然いる。実際僕ね、あのペンネームで Twitter やってるんですけども、まあ、ここでは明かしゃないんですけども、そこでね、あの、フォロワーさんに、普段会社員で働いてて、まあ、趣味で漫画を描いてる。で、その人の方が、もう圧倒的に満単位でフォロワーがいるんですよ。僕そんな全然、あの、人気者じゃないんで <laughs>、数百単位なんですけども、僕自身のね、フォロワーは。 もうちょっとで頑張れば1000いくかなぐらい程度の知名度なんですよ。だけどその会社員の方は、あの、会社員で絵を描いている、漫画を描いている方は、満単位でフォロワーが入っていて。まあその方は二次創作がメインだからっていうのもあるかもしれないけど、ただやっぱ自分、なんかよりめちゃくちゃ絵が上手くて、うん。だから自分は別にとびっきり上手いし、上手いわけじゃないし、うん。 でも、そんな自分でも数百単位のフォロワーさんしかいないけど、あ、ピクシブではどうだったかな ?1000 いったのかなちょっとわかんないけど。ピクシブの方が <laughs> フォロワーさん多かった気がする。まあ、そ、そんなレベルでも、こうやって、普通に漫画業で食っていけてるんですよね。ここに、この方向にシフトチェンジしちゃおかげで。<laughs> おかげさまで <laughs>、今はタイトルの通り、フリーターは、 脱却はできたっていうね、まあ、いつ戻るかわからない恐怖心とは戦ってますよ毎日全然安定した仕事じゃないからね漫画自体も、うん、もちろんねこう人それぞれ向き不向きってのはそれはありますよ、うん、向き不向きはある、うん、例えば今の絵柄のまんまでこうなんつうの成人向けに行くのは さすがに無理があるって人も、それは中にはいる。うん。そもそもやっぱそのエロを書くこと自体に心理的なね、抵抗があるって人も、やっぱいると思う。僕も最初はそうだった。だけど、反面、自分に感謝できないから、なんかそのもやもや、苛立ち、<laughs> 性欲をぶつけてやるいい機会かもしれないっていう <laughs>、 考え方も思ったから、まあ、突き進められたって <laughs> ことなんだけども、うん。まあ全員が全員ね、そういう同じマインドなわけじゃないので、うん。だから漫画としての文法がそもそも、この、一般漫画と成人向け漫画では、根本が違うんでね。今のまま、ありのままのスタイルで、 描こうとすると、やっぱ難し、そうするとちょっと難しいです。難しく感じちゃう。僕も最初は難しかった。そこはどうしてもね、改善が必要ですね。うん、それでもね、健全漫画に比べたら、実は間口が広いっていうのは、事実ですね。エロ漫画の方は。うん、あなたも、ぜひ、描いてみませんか <laughs> うん。 書いいてみないかなかちょっとずーっとくすぶってるぐらいだったらね。うん一応ね、こう、初心者さん向けに知っておいた方がいいよっていう、あの、エロ漫画の文法っていうのを紹介してる動画が自分のチャンネルの中であるんで、ぜひね、そちらも後でご覧ください。概要欄にでも貼っておきます。うん まあおそらくね、こう、ネットで、こう、そういったことをね、まあもちそ,その YouTube の中でもあるかもしれないんで、そういったところね、え漫画の書き方みたいな感じで検索したらね、あるかもしれないんで、そういったところをね、ちょっと検索して、調べてもらえるといいかなと思うんですけども、じゃ仮にね、仮にじゃあね、ずっと漫画家志望で続けてきたけど、全然なんか、兆しが見えないと、未来を切り開く、 兆しが全然見えない。あの、そんなあなたが、じゃあエロ漫画の道に進もう。で、決心したと、もう仮定してね、ここからちょっと喋らせてもらうんですが、まずやることって言ったら、まあ当然ね、さっきも言ったように、ちょっとエロ漫画の文法をちょっとでもいいから学んであ、もちろん買って読んでっていうのもあるんですけども、実際に出てるね、商業、 の成人向け作、漫画の、買って読んで、ちょっと勉強してもらってるのはあるんですけども、まあ、作品を書くじゃないか。で、その時に、まあ、ページ数はね、もう大体24ページで大丈夫です。あと、タイトルを入れる扉いはいらないです。<laughs> あのね、一般漫画だったらさ、タイトルロゴ、タイトルとね、作者の名前が入る1ページ。 まるまるそのカットの絵ってあるじゃないですか。うん、エロ漫画それいらないんで <laughs>。もう普通に全ページこまわってる状態のページで書いてくださいね。うん、で、えー、あと、これもね、多分、ネットで、こう、エロ漫画新人賞みたいな感じで検索すると、多分、この一般漫画と同じような、 なんつうの新人賞とか出てくるところもあると思います。うん。募集、新人賞名目で募集をかけてるところもあると思うんです。大手とか。まあ、どことはちょっと言わないけども。ただね、僕、これ、あくまで僕個人的な意見ね。僕は、そういうところはそんなにお勧めしないかな。<laughs> そんなにお勧めしません。 審査がめちゃくちゃ辛口っていうのももちろんあるんですけども、まあ別にそれはそれでいいことだと思うんですけども、何よりね、やっぱり期限を設けてる、いついつまでに出してくださいねって締め切りを設けてる新人賞はね、このね、待ってる時間が無駄なんですよ。うん。もうこれに尽きるわ。うん。もう待ってる時間が無駄。うん。例えば今年のじゃあ2024年の3月31日締め切りですってなったら、 で発表とか出んのって、結果まだその先でしょ正直ね、もう待ってる時間無駄って感じるようになっちゃったわ。うん。なので、ネットで受付し、対応してくれる、そういう政治向け漫画を展開してる出版社に、片っ端から、もう片っ端から探して、アタックしていってください。その新人賞とかじゃなくて、もうすぐにレスポンスをくれるようなところ。方式。うん。 ネット持ち込み受付、持ち込みというかね、ネット持ち込み受け付けみたいなところをやってるところに、もう片っ端から、してなくてもメール、アドレスを公開してたら、もうそこに送りつけるっていうね。片っ端から、なっててください。で、まあ簡単なね、じゃあ、あのー、そういう絵の漫画の出版社の探し方、どこに持っていけいんだろうってあるかもしれないですけども、まあ、 簡単なね、探し方は2つあります。まあ、グーグルで探せばって言われるかもしれないですけども、あの、最近なんかね、グーグル、なんか、そういうエロコンテンツ系さ、の何、検索結果がちょっと不親切になってきたところがあって、まあ、どうなんだろうな。ちょっとあんまり僕そういうの詳しくないんですけど、でも実際なんかそう感じることが多々あります。はい。でね、えー、探し方2つあって、まず1つは、実際にその、Twitter とかやってるエロ漫画家さんをフォローして、まあ、フォローはしなくてもいいんですけども、 そこの、その方がフォローしているアカウントから探し出します。大、う、体、ん、いいそっち系の出版社とか編集部のアカウントをフォローしている方が多いので、エロ漫画家さんがね、うん、そこからもうたどり着けます。うん、そこからたどり着ける、うん。なんならこのツイッターの DM からでも原稿を受け付けしてますよってね、歌ってる出版社もある。 ま、最初はね、リプライとか、フォローとかリプライとかして、様子を伺う必要があるかもしれないんですけども、普通にあります。うん。ぜひ、ちょっと、ダイレクトメッセージを <laughs> フォローして、送ってみるといいかもしれません。うん。もう一つは、あのー、ファンザの出版社一覧から探します。ファンザの電子書籍、 同人じゃないですよ。あの、電子書籍のページに行って、で、そこから、確かね、左側かなページの、まあ、ちょっとね、ここの画面で <laughs>、ね、このあ、モニタリングすることはできないんですけども、映し出すことができないんで、口頭の説明になってしまうんですけど、確か左側にね、なんか、出版社とか、出版社とか、なんかレーベルから探すみたいなと,ところがあって、そこをクリックすると、i イウェイ順からまず検索できるんですよね。 IUA を順に、IUA を書き付けこうみたいな感じで検索することができるんですよ。で、中にはもう今は出版社として稼働していないレーベルとか出版社があるんで、うん、そこはちょっとま、弾いてもらうんですけども、そこのね、あの、出版社の名前をクリックして、そしたらね、そこでファンザで取り扱っている電子書籍が出てくるんですけども、その最新、新着順に並び替えて、 日付がもう相当昔とかだったらもう数年前で止まってるとかだったらもうそこは稼働してないってことだと思うんでそこはスルーして、うん、で、えー、そこからその出版社名で検索すればホームページとかにたどり着けるはずです大体、うん、いいそこで原稿募集って歌ってるページがあってそこから原稿 応募受付のフォーマットを用意してくれてる出版社があります。まあ、もしくはそういうところを一切用意してない。ただ単にメールアドレスだけ公開してますみたいなところもあるかもしれない。そこからサンプルを送って、さっきね自分が作った24ページ漫画の JPEG とか PDF とかで書き出して送るっていうね。 まあもしか指定のね、形式で、フォトショップで送ってくださいって言ってるところもあったら、フォトショップで形式に書き出して送るっていうね。びっくりしますよ。あ、エロ漫画系の出版社、編集部こんなあるんだってね。ただ、注意としては、出版社とか、その、編集部によって、エロ漫画の中でもジャンルが指定されてるので、そこだけはちゃんと前もってね、調べてください。 明らかにね、まあ、エロ漫画って言っても、明らかに旗違いな <laughs>、あの、エロ漫画を送りつけられても困ると思うんで、うん。ジャンルとしてね。これを、まあ、ここなら大丈夫そうかなっていう、そういう指定が特にない。も、まあ、もしかは自分が書いたものが当てはまるんだったら、えー、もう片っ端からです。もう片っ端から調べて送りつけるっていうね。うん もう一社とか二社とか三社とかじゃなくてもう十社ぐらいもうバン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 お送りつける。新人賞とかじゃなくてなんかもう随時受付とか、そう期限いついつまでに応募し、締め切りしてますみたいなところじゃなくてもう随時受付してるところにガンガン送りつけるっていうね。もちろん送ったところで全部の出版社からレスポンスがあるわけじゃないです。そもそも返事が返ってこないとかね。あとは、 まあ、お祈りメールは一通だけとかね。そういうとこもある。まあ、そういうとこはざらかもしれない、うん。でもね、新人賞の、その、待ち、時間待ってる <laughs> よりは、よっぽどね、早いよ。うん、中には、ダメだけど、でも、こうこうこうした方がいいですよっていうメールを、アドバイスを送ってくるところもあります。実際僕もね、こそういう。 ご意見いただきました。ここがこう、こうなってるから、こういうふうに直すともっと良くなると思いますってね、あの、親切、丁寧にメールを返してくれる出版社があります。な、もうレスポンスが早い。もう時間を、まあ、本当に大切なんで、待ってるぐらいだったら、もうどん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 、レスポンスの早いところとやり取りした方がいい。で、そっから電話で、ちょっと、 まあメールだけで済ますところもあれば、ちょっと一回電話でお話ししましょうかとか、まあオンライン通話とかあると思うんで、自動お話していませんかってことになっていくっていうね。だから書くこと自体は諦めなくていい。確かにね、このジャンルだと大っぴらには言いにくくなりますよ。健全漫画だったら、こう、胸張ってね、デビューしましたペンネームはなんとかんとかです。 とうとう単行本出ます。みんな読んでね、買ってね、が、顔見知りの相手にはもう <laughs>、言えなくなるっていうのは確か。うん。それは確か。うん。でもね、いいんですよ。理想の着地点じゃなかったとしてもね、小さな成功体験をコツコツ積み重ねていく方がよっぽどいい。そっちの方がよっぽど幸せ。はい。えー、じゃあ、ということでね、路,路頭に迷ってる。くすぶってる。 全然未来が見えないっていうね、漫画家志望の人たちよと。こっちののれんをくぐってみてはいかがでしょうか僕ここで待ってますよ。<laughs> 今回はこんなところですね。はい。あ、えもっと詳しくお話聞きたいですかじゃあ、一緒にルノワールの喫茶店でも行きましょうか。 安心してください。僕がおごりますから。もう何でも注文していいですからね。うん。あなたの幸福度は今何パーセントですかきっと自信を持って100%って言い切れないですよね、えー。そんなあなたの幸福度をね、必ずね、高める。まあ、ここだけの話。今ならね、僕の漫画家志望向けの教材をですね、まあ、50万円のところをね、今だったら特別額の45万円で